お祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。週の半ばに私たちが神の宮、祈りの家に集まってきて、二人三人私の名によって集まるところに私もいると言われたイエス様を真ん中に、祈りの時間を持つことができることを感謝いたします。神様、私たちこの神の民、信仰共同体、一人一人罪があり、また私たちは本当に、あなたから見たら完璧なものとは程遠い、そういう存在です。しかしそんな私たちを十字架によって許してくださり、神の子供とされる特権が与えられ、神の民としてこの地上にあって血の塩、世の光として生きれることをありがとうございます。そのような行為に預かっていてもなお罪深い私たちですが、でも主よ、あなたの前に私たちが生きた供え物を、祈りの、そして賛美の功を託くことができるように助けてください。この私たちの信仰共同体の中にあっても、またこの全世界にある神様を信じている者たちの中にあっても、本当にたくさんの祈り課題があります。主よ、私たちが心を注いであなたの御前にその祈りを捧げ出すことができるように助けてください。祈りにおいても自己中心になりがちな私たちですが、こうして共に集まることによって、またあなたの御言葉に耳を傾けることによって、私たちの祈りが自己中心の祈りから神中心への祈りとなり、私の願い事から神様の御心を求める願い事へと変えられていきますように助けてください。この時を心から感謝いたします。御言葉を待ち望みつつ、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。本日の聖書箇所、詩編の141編をお開きください。詩編の141編の1節から10節全体になりますが、お読みいたします。詩編141編の1節から10節です。ダビデの賛歌。主よ、私はあなたを呼び求めています。私のところに急いでください。私があなたに呼び求めるときに、私の声に耳を傾けてください。私の祈りが御前への功として、手を挙げる祈りが夕べの捧げ物として立ち上りますように。主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。私の心を悪に向けさせず、不法を行う者たちと共に悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのごちそうを食べないようにしてください。正しい人が真実の愛を持って私を打ち、頭に注ぐ油で私を戒めてくれますように。私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねても、なおも私は祈ります。彼らの裁き人たちが岩の傍らに投げ落とされるとき、彼らは私の言葉がどんなに優しいものだったかを知るでしょう。人が地を掘り起こして砕くときのように、私たちの骨は黄泉の入り口に撒き散らされました。私の主神よ、まことに私の目はあなたに向いています。私はあなたに身を避けています。私の魂を危険にさらさせないでください。どうか彼らが私に仕掛けた罠から、不法を行う者の落とし穴から私を守ってください。私が無事に通り過ぎるとき、悪者が自分の網に陥りますように。本日はこの聖書箇所から、祈ります、求めますという先ほどの賛美のタイトルと同じなんですが、そのタイトルで共に見ていきたいと思います。私たちイエス・キリストを信じ救われている者、クリスチャン、と言ってもこの地上での困難、いろんな問題、人間関係とか健康面とか経済面とか、またいろいろな自然災害とか、いろいろな問題はクリスチャンであってもなくても同じように、私たちの上に押し寄せてきます。これらは避けれないものであり、
この地上は完璧なものではなく、神様は良いものとして作られましたけれども、人間は罪を犯してしまったために、この地球、神様が与えてくださったこの地上を正しく管理することができなくなっていきました。それによる様々な問題というのが今もこの世界たくさんあります。特に最近はコロナなどもそうですし、いろいろな地震とか災害とか戦争とか、そういうものを本当に私たちはニュースなどで見るときにも、また私たちの身近にいろいろな影響があるときにも、本当にこの最後の時というのが近づいてきているのではないか、主の再臨の時が近づいてきているのではないかと思わされるわけです。クリスチャンだけでなく、この神様をまだ知らない人たちでも、今の状況を見るときに、本当にこれ世の終わりが近づいているんじゃないかということを感じる人は少なくないのではないかなと思わされます。こういう困難というのは、この地上に来ている限り私たちは避けることができません。またいくら健康管理を気をつけていても、いつか私たちはこの地上での命が終わります。また人間関係もお互い罪がある以上、人とうまくやりやすい人と、なかなか難しい人とというのはあるかもしれませんが、でも何の問題もなく生まれてからこの地上で死ぬまで人と揉めたことがないという人もいないと思うんですね。いろんな問題は避けられません。しかし私たちが本当に大切な避けることのできる困難があります。それは主から離れてしまうという困難です。希望を見出すことができず、孤独で神様がいない、そう思ってしまう孤独、困難から私たちは回避されることができます。それは主はどんな時にも私たちの主であり、私たちを愛してくださり、私たちを作ってくださり、そして私たちを救うためにイエス様をこの地上に送り、十字架にまでかけてくださり、またそこからよみがえってくださった、その私たちの主がどんな時にも私たちと共にいるということです。いろんな困難は避けられません。しかしその困難の中にあっても主は必ず一緒にいてくださる。そこに私たちがとどまることができるならば、そこに完全なる失望というのはないわけです。イエス様が、天の父なる神様が共にいてくれる、自分と一緒にいてくれる。詩編の23編、有名なところですけれども、本当に私たちは死の影の谷を歩むことがあっても、私たちは災いを恐れません。主が私たちと共にいる、この平安、これを私たちはいつでも持つことができる。これは本当に大きな祝福であり恵みだと思います。しかしそれを感じるためには、私たちは常に主を求め、主に祈り、主の臨在を覚えておく必要があります。神様は一緒にいるけれども、私たちがそれをきちっと分かっているかどうか、小さな子供はお母さんがいれば安心というのがありますけれども、お母さんは同じ家にいても、ちょっと子供から目が見え、お母さんが見えなくなると、子供っていうのは遊んでいる時夢中で、全然お母さんが台所にいることにもう気がつかない。お母さんはちょっと台所にいるよとか言っても、子供はうーんとか言ってから遊んでる。でもはっと思った時にお母さんが周りにいない、ママママママとかって言ってですね、でキッチンにいるお母さんを見たら途端に安心してまた遊び出すわけですよね。で、私たちも同じような信仰です。神様はいつでも一緒にいてくださる。でも私たちの方からこう見えない、いないかもしれないと思う時がある。でも私たちが呼び求めれば、神様は一緒にいてくださいますから、一緒にいるよということを表してくださるわけです。今日のこの詩編の141編も、1節2節、主よ、私はあなたを呼び求めています、私のところに急いでください、私があなたに呼び求めるときに私の声に耳を傾けてください、私の祈りが見前への功として、手を挙げる祈りが夕べの捧げ物として立ち上りますように。神様への賛美や祈り、そして礼拝、この詩を書いたダビデは神様を、主を呼び求めています。自分の主である神様が、共にいてくださること、そしてその皆を呼び求めています。そして、見前の功としてこう祈りを捧げ、そしてまた賛美を捧げ、夕べの捧げ物としてこう礼拝を捧げる。ダビデの心が神様を、主である主神様を祈り求め、慕い求めている様子が、この1節2節から私たちは見ることができます。3節は、主よ、私の口に見張りを置き、
私の唇の戸を守ってくださいとあります。いろんな困難があったとしても、ダビデの口が本当に神様を褒めたたえるものとして守られるように、清められるように守っていてほしいと。いろんな困難があるとどうしてもネガティブな言葉が口から出てしまいます。しかし主が共にいてくださる、それだけで十分。その自分の口を神様見張っててください。私の口があなたを褒めたたえ、あなたに祈り、あなたを慕い続けることができるように助けてくださいと、そのように神様に祈り求めています。どんな状況があっても自分の口が罪を犯さないように、自分の口が神様を賛美することを選ぶことができるように助けてください。そして4節、私の心を悪に向けさせず、不法を行う者たちと共に悪い行いに携わらないようにしてください。私が彼らのごちそうを食べないようにしてください。自分自身の心が神様に背を向けるようなことがないように、神様はそこにおられるけれども、神様が喜ばれない人たちと混じっていって、そのことを一緒にしないように、神様が嫌がることを自分がしないように、いつでも神様の方に心を向き、神様に向けて心を捧げていくことができるように助けてください。そのようにおダビデは神様に願っているわけです。5節で、正しい人が真実の愛を持って私を打ち、頭に注ぐ油で私を戒めてくれますように、私の頭がそれを拒まないようにしてください。彼らが悪行を重ねてもなお私は祈ります。自分の中にあってどんな時にも神様に祈るものである。常に心がこの世のものではなくて神様の方に向いて、神様に祈るものであるように助けてほしい。8節でも、私の主神よ、まことに私の目はあなたに向いています。私はあなたに身を避けています。私の魂を危険にさらさせないでください。魂を危険にさらさせないとはどういうことでしょうか。この地上にあってはいろんな危険があります。ダビデ自身も命を狙われるようなことは何度もありました。でもここで言っている危険は、その身に起こる危険ではなくて魂の危険です。全知全能なる自分の救い主である主から離れていく、永遠の命から離れていく、神様と心が距離を持っていく、そういう危険が魂の危険です。神を感じられない、神様が自分を愛しているように思えない、いや自分自身も神様が見えない、神の愛は自分の上にない、そういう危険こそが魂の危険。どんなに困難な状況にあっても、自分をこの魂の危険から守ってほしい。あなただけは自分と共にいるという事実を自分が忘れないように、神様から自分の心が離れないように助けてほしい、守ってほしいということを願っているわけです。このダビデの賛歌、私たちに神様を呼び求める、心を神様に向ける、祈り続ける、求め続けることの大切さを教えています。この世の困難は私たちをこの世のものに目を向けていきます。身の危険を感じると、自分の身を守ってくださいと祈ってしまいます。困難を感じると、その困難を取り除いてくださいと私たちは祈ってしまいます。しかし本当の危険は、そのものによって取られていく肉体や、またいろいろな困難から解放されることではなくて、一番の危険は自分の心が主から離れていくことです。神様から離れていくことです。私たちのどんな困難があったとしても、主に求め、主に祈り、主に慕い続けるときに、主が共にいてくださるという安心から、私たちを奪うものは何もありません。そしてそれは永遠に続くものです。この先ほど言った困難というのはこの地上のものですけれども、神様から離れてしまったら永遠に困難が続きます。しかし神様と一緒にいれば、永遠に神様の喜びと愛が私たちを取り囲む。それこそが私たちの本当の喜びであり、本当の希望であり、本当の信頼であり、本当の安心になるはずです。この地上のもので神様以外の絶対的な安心は存在しません。どんなにお金があっても、どんなに健康であろうと、この地上でそれがずっと続くことはありませんし、またこの地上での命が終わるときには、私たちは神様の前に何も持たないで出なければならない。しかしそのときに私たちの信仰が神様の前に立つことができるわけです。
先週のこの水曜日、アメリカのケンタッキー州のアズベリー神学大学というところで、先週の水曜日のチャペルから大きなリバイバルが起こっているというのが今大きなニュースになっています。ちょうど昨日このニュースが日本語になったものを私も見まして、まあ、子どもたちがいろんなニュースを見ているので、子どもたちがもう先週の水曜日、木曜日ぐらいからケンタッキーですごいリバイバルが起こっているよということを子どもたちがこう言ってですね、でそのニュースを見せてくれて英語で読んでたんですけれども、ちょうど昨日日本語にそれが全部出ているものがFacebookで読むことができて、で先週の水曜日8日の朝の定例礼拝の出来事だったそうです。アズベリー神学大学という、まあ、私たちのここら辺でイメージするならばトリニティ・ウェスタ・ユニバーシティのようなこうクリスチャンの大学だけれども、クリスチャンじゃない人たちもこう学校にたくさんいるというそういう、まあ、神学大学なんですが、でそこで、朝いつも通りの礼拝がありました。で学生はその礼拝に出なければならない、まあ、一応クリスチャンの大学ですから出なければならない。でいつも通りこの礼拝が行われてたわけなんですが、でその礼拝が終わって最後祝祷がされて、祝祷の後に聖歌隊が賛美をしたそうです。でその聖歌隊の賛美が始まったぐらいからもう空気が変わってきた。で何があったかとか何かすごいことがあったとか決心して前に出てくださいっていうのがあったわけではないんだけれども、その聖歌隊の賛美が歌い始められるともうまさにリバイバルが起こってきた。もうどんどんみんなこう膝をかがめて手を上げて、もう泣き崩れて自分の罪を告白し始めたり、また一人一人がこう抱き合ってそのお互いを愛してるって言いながら祈り出したりとか、もう本当に賛美と祈りが神様の前に止まらなくなり、今もそれがその先週からずっと続いてるんですね。ずっと今も。でその先週の8日の時もうその礼拝が終わらなくて、でずっとみんな賛美をしてる。でその状況がどんどん学校の教授とかにも行って、教授たちもどんどんその礼拝堂にみんな来て、でもみんな手を挙げて祈ったり抱き合ったり祈ったり賛美をしたり、それが続き、そしたらそれがどんどんニュースになっていったので、どんどん町の人たちもそこに集まってきて、今すっごい人数がその礼拝堂でこう悔い改めと神様を慕い求める賛美と祈りが今もなおこの時間も捧げられ続けて、こう祈りが止まることがないということが今も起こっているということがニュースになっているんですね。でもう本当にこう神様を賛美して神様に祈り神様に求めていく、そういう時にはもう私のこれを何とかしてください、あれを何とかしてくださいではなく、もう本当に自分が主の臨在の中で主に愛されている存在であること、もう主を褒めたたえる言葉しか出ないこと、またその神様の前には本当に自分は罪深い汚れたものだけれども、そんな私を愛して許すためにイエス様が十字架にかかってくださった、そういうことまでに私は主に愛されているということ、もうそれが私たちの心をこう揺すぶってくるときに、もう私たちは本当に神様の臨在の感動しか感じられなくなっていくのではないでしょうか。先ほど賛美したこの祈ります求めますという賛美ですけれども、2021年の私たちの教会の年末でやったウィンターリトリートの時、最後この賛美をみんなで歌っていました。で、年末のこうカウントダウンの時に賛美が終わって、カウントダウンをして賛美をして、そしてその後にこの祈ります求めますをこう賛美した時にですね、まさに小さなグループでしたけれども、40人ぐらいのグループでしたけれども、もう本当にみんながもう全員が膝をかがめて手を挙げて、もうみんな泣き崩れながら賛美を、この賛美をもう永遠にしたんですね。でその時にもう一人一人が本当に自分の罪深さ、そして神様の清さ、そしてその清い神様が私を愛して受け入れてくれているという臨在、それにこう触れられた時に、本当にみんながもう泣き崩れていて、もう抱き合っていて、そして、本当になこう神様の臨在、ちょうどこのニュースにもあったんですが、もう天国と地がつながっている感じがしたっていうんですね。こう神様の領域とこう信仰者の地上にいる自分たちが一つになっている臨在感で、それをそのウィンターリートの時にも感じました。でも本当にいろんなところでグループになってですね、もう泣きながら手をつないで祈ってる人たちもいるし、自分の罪深さをそこにいる人たちも本当にこうはっきりとこう告白して、でもそれでもその罪深さを告白した人をみんなでも愛してるよ愛してるよって言いながらハグをしたりとか、こうそういう状況というのが2021年のウィンターリトリートの時にあったんですが、このニュースを見てた時に本当にその時のウィンターリトリートの様子を思い出して、
そういう状況が、まあ、もっともっと規模は大きいですけれども、今ケンタッキー州のこのアズベリー神学大学で起きてるんだなって思わされた時に、でもこれはこのアズベリー神学大学の中だけで起こっていることではなくて、私たちの中にも常にある神様に祈り、そして神様に求め、神様に慕っていくときに、本当に主の臨在が私たちを取り囲んで、もう天国にいるような喜びと愛に満ち溢れるということが私たちもできるわけです。二人三人、私の名によって集まるところに私もいるとイエス様は言われました。二人でも三人でも私たちが本当に手を取り合って祈り合うときに、神様はそこにいてくださって、私たちのうちにおられる聖霊様を本当に豊かに奮い立たせてくださって、私たちが本当に神様が共にいてくださり、私を愛してくれる臨在、そしてこの地上で何が起ころうとも私を主の手から奪うものは何もないというところに、私たちがこうその喜びと平安に立つことができる経験というのを主は私たちに与えてくださいます。ケンタッキー州のアズベリー神学大学で今それは起こってます。でも同時に私たちの教会、バンクーバー日系人福音教会でも、またこの地上に建てられているキリストの体である一つ一つの教会が、本当に主を祈り、主に祈り、主を求め、主に慕い、主を礼拝し、主の前に本当にかぐわしい光を焚いていくときに、神様は私たちの内側にもすでに聖霊様を送って進んでくださっていますから、その聖霊を通して私たちを燃やさせてくださって、神様を本当に心から褒めたたえる、そして喜ぶ、希望を持つ力強い信仰を与えてくださると信じます。今年 もう始まってすでに2月となってきましたけれども、今年1年も私たちのこの教会も神様の本当に霊に燃えて歩んでいける、神の臨在を喜んでいける群れでありたいなと願わされます。お祈りを捧げます。愛する天の神様、私たちは祈ります。私たちは求めます。あなたの臨在を、主よ、あなたは ここを祈りの家として、キリストの体として、キリストの建物として、また私たち一人一人を聖霊の宮として建ててくださっています。私たちのうちに、自分が感じていても感じていなくても、イエスを主であると告白する者はすでに聖霊が私たちのうちに入っています。その聖霊は私たちに力を与えてくださり、地の果てにまでキリストの証人となれるように、主は私たちを燃やしてくださっています。神様、どうかあなたの素晴らしさを私たちが完全に表していくことはできません。私たちは本当に弱い汚れたものです。しかしそれでもなお、主は私たちを使って神様の素晴らしい御業を成してくださいます。私たちを使ってあなたを褒めたたえさせてくださいます。私たちを地の塩、世の光としてこの地上に豊かに置いてくださっています。神様、この地上はいろんな問題があります。一人二人のクリスチャンが頑張ったとて何が変わるのかと思ってしまう時もあります。しかし地の塩、世の光、神様、塩は本当に少しだけでも力があります。また暗闇に光が少しでもあれば、そこは本当にその光が存在することを分かります。私たちは今この暗闇であると思われるような中にあっても、あなたの光を持っています。その光を輝かしていけることができるように、まず私たち自身が主が共にいてくださるその力を豊かに感じることができるように、そして私たちがあなたを求め、あなたに祈り、あなたに光を託くものであるように助けてください。このバンクーバー日系人福音教会が、またこの地に存在している教会が、世界中にある教会があなたを喜び、そしてあなたを主と見上げ、あなたの臨在に感動するクリスチャンとして、教会として立ち上がっていけるように助けてください。祈ります、求めます。天の窓を開いて、主よ、どうか私たちにあなたの豊かな力を豊かに表してください。感謝し、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。では、お祈りに移っていきたいと思います。皆さん、お祈りの課題をご覧ください。2月のお祈りの課題です。2月の祈り課題としては、全体の祈り課題としては、教会の総会が今近づいてきています。3月5日です。今資料の方もほぼ出来上がって、今週印刷になって、今度の日曜日に皆さんに配布、そしてまた、
説明などもあるかと思うんですけれども、教会総会1年に1度の、本当に神の家族が集まって、1年神様が祝福してくださったことを本当に感謝し、また次主が与えてくださる1年を待ち望んで、みんなで祈りを持って一つになっていくという、そういう総会です。その今準備をしている役員さんやスタッフ、また各界リーダーの方たちはもう全て出してくださっていると思うんですけれども、私たちが本当に祈り備えてこの教会総会に向かうことができるように心を向けていきましょう。特にコロナ禍の大変な中を通り過ぎてきましたけれども、それでもなお主はこの教会を祝福し、救われる魂を送ってくださり、また私たち一人一人が神の家族として共同に生活できる恵みを感謝していきたいと思います。また今度の日曜日は入会式、献辞式も行われます。それぞれの入会される方、またその献辞式のために祝福を覚えてお祈りしましょう。またスモールグループリーダーの霊的な祝福も私たち覚えて祈っていきたいと思います。これだけのスモールグループがあって、そしてリーダーの方々が本当にそのメンバーの方たちのために取り出し、祈り、リーダーシップを捧げてくれています。このリーダーたちが本当に霊に燃えて喜びを持って使えることができるように、神様が祝福してくださるように覚えてお祈りしましょう。またこのバンクーバー、そしてカナダにある、日本人教会のことも覚えてお祈りしていきたいと思います。特にこのコロナ禍を経て、クローズダウンしてしまった教会もあります。閉まってしまった教会、また 今もなおずっとオンラインでしか集まることができていない教会もかなりあります。この中のメトロバンクーバー、この地域 BC 州の教会では今 4つの教会だけがこのインパーソンで人が集まって礼拝ができています。でも他の教会は、みんなオンラインにのみとなっている状況です。ぜひバンクーバーの教会、諸教会のことを覚えてお祈りしていきたいと思います。主が力を与えてくださるように。また CGM の各教会のことも覚えていきましょう。トロントの教会は今牧師先生を祈って、日本国の方の牧師先生を祈って探しています。カルガリーの福音教会の方はオキエビス先生という先生が今就任されて牧会に当たっておられます。そしてもう一つのクロスオーバーという教会の方は、バンフの猪木先生が見牧をされています。またエドモントンの田村先生、そしてウィニペグは牧です。モントリオールも牧です。これらの教会のことも覚えてお祈りしていきたいと思います。全体の祈り課題はここまでとして、牧師の方にこれから個人的な祈り課題などをシェアしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。